こんにちは、柴田です。今日は人気のマルチエフェクター、こちら Zoom の G1X4 と、これまた人気のマルチエフェクター Zoom の G3N。 僕はですね、ペダルを外付けで使っているんですけれども、まあ G3XN ですね。この2つにどういう違いがあるのかっていうのを検証していって、最後はですね、音の違いをお聞きいただきたいと思います。まずは価格帯からいきましょうかね。 G1X4、 こちらは今サウンドハウスで9000円で販売されております。で、この G3XN、 このペダル付きの方ですね、これは今サウンドハウスで1万9000円で販売されております。まあ、価格差は1万円ということで、まあ、どういうふうな違いがあるのかっていうのを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、僕の中で優劣はつけないです。ご覧いただいた方がどっち買おうかなって迷ってる中で、まあ、これを見ていただいてですね、ご自身でお決めいただけたらなと思います。では早速まず中身見ていきましょうかね。こちらの表をまずはご覧ください。 G3XN と G1X4 でですね、エフェクトの数を表した表になります。一番下合計なんですけれども、差は9つです。9個しか差がないんだという感じですね。イメージ的にはなんかこう G3N の方が豊富なんだろうなっていう感じだったかもしれませんが、実は9つしか差がなくて、ドライブも2つの差ですね。モジュレーションも1個で、まあ、大きく違うのは、まあ、リバーブで、まあ、それでも4つの差ですよね。まあ、エフェクトの数的にはですね、まあ、思った以上の差は全然ないなっていう感じですね。もう一個の表を見てください。これはですね、一番上が最大の同時使用エフェクト数ですね、まあ、何個のエフェクトを並べることができるのかっていう数なんですけれども、 G3XN は7、 G1X4 が5個という感じで、まあ、2つの差ですね。パッチメモリーはですね、結構大きな差がありますね。100個メモリー、まあ、これは自分の作った音を記憶するパッチの数ですね。で、フットスイッチは6と2で、まあ、4個フットスイッチの差があるっていうのは、まあ、ライブでの使用的には完全に軍配は G3XN に上がるなというふうなのが、この表だけでは見て取れるんじゃないかなというふうな感じですね。ただですね、この最大同時使用エフェクト数7と5で2個の差があるんですけれども、 G3XN はですね、アンプのモデリングで2枠使用します。なのでモデリングを使用した際には6個のエフェクトしか並べれないというふうな感じになるので、ここもそんなに差がないなっていうふうな、まあ、僕の中でのイメージではありますね。という感じで、まあ、この表だけではですね、まあ、なかなか優劣が見つからないぞというふうな感じだと思うんですけれども、僕の中で結構大きな違いが2つありまして、1つは誰もが予想していることだと思うんですけれども、まず音にですね、全然違いがあります。一個一個のエフェクトの質がやはりですね、 G3XN の方が断然いいです。音のクリア感ですね、特にアンプのモデリングなんかは本当いいですね。あとクランチ系のサウンドはどのメーカーのマルチエフェクターよりも断然いいというふうに僕は感じておりまして、G1X4 もですね、全然音好きなんですけれども、やはり G3XN にはかなわないなというふうな感じがします。そして2つ目は何かというと、実はですね、同時に使用するエフェクト数、同時に使用できるエフェクト数ではなくて、本体自体にインストールしておくことができるエフェクト数の数が全然違います。まあ、要はですね、メモリーですね、記憶力の問題です。このメモリーの差はかなりでかくて、 G1X4 に関しては頑張っても100個のエフェクトまでしか本体に
インストールすることができないです。一個一個のエフェクトにですね、容量が決まっていて、例えばアンプのモデリングとかディレイとかっていうのは容量がでかいんですよ。コンプとかは逆に容量がすごく小さかったりするんですけれども、それはですね、こう均等にレコーディングやライブでも使えるようなものを均等に入れていくと、やっぱり頑張っても100個ぐらいしか G1X4 は入らないんですが、 G3N はですね、容量がでかいのでズドンと全音色が入ってます。この158個でしたっけ、157個のエフェクトが全て入っております。なので G1X4 をこう使用しているときに、あれ、あのエフェクトないじゃん、あのエフェクトインストールしなきゃってなると、また パソコンを持ち出してきて、そこに挿してですね、何かのエフェクトをアンインストールしてから、その必要なエフェクトをまたインストールするっていう風な手間がかかります。それに比べて G3XN は全てのエフェクトが入っているので、パソコンにつなぐのはアップデートの時ぐらいで僕はいいなっていう感じですね。大きな違いはこの2つだと思います。で、1個目の差ですね、1個目の差でお伝えした音色の違い、これをですね、この後お聞きいただけたらなと思います。I'm not going to be able to do that.
感じになりました。いかがでしたでしょうか。音質の差を分かっていただけましたでしょうか。まあ、質の差はこんな感じです。 G1X4 も全然いいです。ただ、さらに G3XN の方がいいなっていうだけな感じですね。まあ、先ほどお伝えさせていただいた通り、音質の差、メモリーの大きさ、この2つが軸になってくると思うんですけれども、1万円の差をどう思うか、どっちを買おうかなって迷ってた人がどちらを選ぶかはあなた次第です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。